どうもアトランティスです。今回はですね、金曜日からかな、来てると思うんですけど、プロスピエースの、こちらですね、TS の第3弾を、まあ60連まで聞いていきたいなと思います。で、確定分は、30連目の1人しかいないんですけど、まあこのネットスタジアムのボーナスがついてるので、今回は60連まで回していきたいなと思います。で、今回の TS 第3弾のラインナップの、まあ、詳しい能力とかは他のその実況者さんが挙げてらっしゃると思うので、そちらの方を参考に、していただければいいかなと思います。で、僕の方ではざっくりと誰が出てるのかだけ、紹介していきたいなと思います。ソフトバンクが内川さんですね。これまではずっと横浜で確か登場してたような気がしますね。横浜ファーストで、登場してたような気がしますけど、今年からソフトバンクで、今年から初めてですね、ソフトバンクで登場したっていう形ですね。まあ横浜の内川さんよりかはまあちょっとミート力とかも下がってるんですけど、でもまあ A83 あるという感じ で、しかも適正の数が多いんで、しかも特殊でレフトライトが C に乗るって感じですね。で、ファーストもできるし外野も全部任せられる。ただ、まあ補給は C ですけど、スローインがちょっと E なんで、まあレフトか、まあ、DH かみたいな感じですかね、多分使うならっていう感じになってくると思います。で、次、ロッテが福浦さんですね。福浦さんも何回目、2回目か3回目とかだと思うんですけどね、またミート型でつなぎの4番の時ですね、確か。で、ファースト適正も特殊で B に乗る。で、補給スローイングもまあまあ申し分ないんで、ファーストは任せられるかなっていう感じがしますね。確か、2001年、つなぎの4番の時じゃなかったっけ。で、西武が浅村さんですね。まあついに来たって感じですね。まあ FA で楽天に移籍して今年が3年目ということで、まあまあまあ出る周期かなっていう感じはします。で、浅村さんミパ同値 A 同値が狙えるっていうのと、ただ現役の楽天の浅村さんと能力あんまり変わらないっていうのを他の YouTuber さんも言ってらっしゃったので、まあ、無理に取りに行かなくてもいいのかなっていう感じがしますね。西武純正の方とかは取りに行った方がいいのかなって気がしますけど、でただ、セカンドが B で、ファーストも特殊で C に乗るっていう感じなんで、まあ、そこが今の楽天の浅村さんとの違いかなっていうのは思いますね。で、楽天が鉄平さんですね。まあもう常連さんですね、鉄平さんも。ミート81パワーが、まあ、B に調合で乗るっていう感じですかね。でセンターが B でレフトライトが C なんですね。まあ楽天純正の方とかは取りに行くべき選手なのかなって思います。で、日ハムがレアード選手ですね。レアードさんも確か今シーズンが移籍3年目ですねになるんで、ホームラン王を取った年のレアードさんですかね。これミート67パワー83走力59で、サードが B でファーストが D、 特殊でも C には乗らないっていう感じですね。ただ補給スローイングがねちょっと低いんで、サード的で B ですけどちょっと心配かなって感じはします。39本でホームラン取った年ですね。で、
次がオリックス西投手ですね。西投手も初登場ですね。去年が確か金子投手が初登場で出て、今年西投手初登場なんで、またオリックス純正の方は大変かなって思いますね。でもまだ現役の投手なんで、阪神の方でも、普通に A ランクも出てますし、まあ現突とか称号とかはやりやすいのかなと思いますね。で、僕個人的にもう今シーズンからオリックス予選を始めたんで、まあ、西さんは取りに行かないといけない選手ではありますね。で、次巨人阿部選手ですね。まあここで阿部選手が来るのかって感じはしましたけど、僕は個人的には来るなら第6弾だと思ってたんですけど、第6弾で出るだったら、まあその何ていうの、使える期間としては短いのかなと思ってたりはしてたんですけど、まあ第3弾で来たっていう感じがしますね。で、多分他の YouTuber さんも言ってたんですけど、ここで阿部さんを獲得しておくと、まあシリーズ1の間はキャッチャーに困ることはないって言ってたんで、まあ幻突できる方ですねとか、あと巨人純正の方とかはぜひ取りに行くべき選手かなと思います。で、ウラストのも捕球71、スローイング74なんで、で肩も特殊で B 乗るんで、まあ普通にキャッチャーとして普通に使えるかなって気がしますね。で、阪神が、福原さんですね。これあれですよね、話題になった福原さんですよね。2回目の登場なんですけど、ポジションが変わってるっていう福原さんですよね、確か。第1回目の時は確か先発中継ぎができる福原さんやったような気がしますし、今回は中継ぎ抑えが S っていう福原さんが登場した感じですね。同じ球団でも、ね、適性が変わって出てくることとかは、これで前例ができたんで、他の球団でも、ね、上原さんとか、上原さんは OB か、あと誰や、先発中継ぎで両方で成績残した選手で TS の候補とか、まあ、その他球団の選手とかでも全然あり得る話になったっていう感じですね。で、中日がチェンウェイン投手ですね。チェンさんは確か阪神かなに、復帰というか日本球界に復帰したっていうね、中日からロッテに行ったのかな最初。中日で、まあ、メジャーに行ってロッテで阪神に来たような感じで、まあ、このチェン選手もね、普通に12球団オーダーでも使えるのかなって感じはしますけど、でもまあどっちかというと純正、中日純正やってる方は取りに行くべき選手なのかなって感じはします。で、横浜が三浦監督ですね。三浦監督も2回目3回目とかやったような気がします。で、制球とスタミナの同値で、前頭値にはできないっていうパターンですね。2005年の番長です。で、広島が赤ゴジラ島さんですね。確かミパ同値いけますよね、これ82のミパ同値かなが多分狙えるようなステータスですね。で、ライトとレフトが55、まあ D なんで、多分広島だとライトと鈴木誠也さんと被るんで、まあ、誠也さんをライトでメインで使って島さんは DH の感じになるのかなって感じがします。で、ヤクルトが池山さんですね。池山さんは一回OB の方で出てますよね、確か OB 第6弾とかで出たような気がします。確か一回 TS で2回か3回出て OB になって、でまた TS に帰ってきたっていう感じですね。まあ
ショートでこのステータスなんで、まあ、普通に、ね、守備力も補給スローイング方もいいですし、守備的でも74ですし、でアーティストですし、ミート75、パワー80、走力73で、まあ、総合的にも全然ありなステータスの選手なんで、まあショートでいうと坂本さんかな、多分一番使われるのが、持ってない方とかだったら全然池山さん取りに行くのはありだと思いますね。まあこんな感じで、ラインナップなんですけど、僕の、個人的この TS 第3弾の当たりの選手としては、まあ完全に純正としてはこのオリックスの西投手を取りに行かないといけないんですけど、正直それ以外の、その球団、他球団の選手ってあんまりその欲しい選手というか取りに行く選手がいなくてですね、まああえて言うなら、今後も出るであろう内川さん、まあ、横浜の方かソフトバンクの方で出るのか分かんないですけど、内川さんと、あと阿部慎之助さんかな、もまあ A ランクもないんですけど欲しいかなって感じがしますね。あと個人的に好きなロッテの福浦さんですね。福浦さんはもう多分今後、多分再来年、2年後とかに普通に出てくる可能性があるので、福浦さんも欲しいです。あとは A ランクで欲しいのはこの浅村さんですね。まあ、S ランク出てくれてもいいんですけど、ちょっと俺も楽天の浅村さんを持ってて、そっちの原突要因に A ランクが出たらしようかなって考えてます。あとは別、そこ、そんなに、あと個人的にレアードさんも好きなんですけど、レアードさんもまだ A ランク出るんで、レアードさんも当たったら嬉しいかなって感じですかね。で、まあ今回は、西さん、市川さん、阿部選手、福浦さん、浅村さん、レアードさんって感じかな。まあ後半の、福浦さんとか浅村さんとかレアードさんはA ランクが出ても、レアードさんは S ランク欲しいかな。内川さんと浅村さんは A ランクが出てもがの方が欲しいかなって感じがします。では、60連回していきたいと思います。じゃあ10連目、お、月演出ですね。まあ、A ランク以上は確定なんですよね。で S ランクが出たら 50% で、 A ランクは確か 30% で TS 第3弾になるはずです。ピッチャー調子くん、特定がリリースが欲しい。あれ、ゼロ。まあまあまあ、じゃあ2回目いきます。ちょっとピッチャー調子くん一気に渋くなったぞ。ウィヒラさんめっちゃ出るな。 TS の A ランク 30% だっけん。次が、確定分ですね。特にあの自チーム確定とかないんで、このままいきます。ピッチャー調子くん、ここで2枚引きとかしたいな。
おそらくここだけになりそうな気がしますが、今回の、TS 第3弾の初付け、初の今回の TS 第3弾初ゲットの選手は誰ですか？あ、阿部さんか。まあ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 。OK です。これで、まあ、キャッチャー困らないですね。で40連目。ここからもう確定外なんで。ピッチャー、長寿くん。自分の運を。これだったら。A ランクの阿部さんとかも回収しとくといいかな。笑って。お、オッケーオッケー、ナイス。ナイスナイスナイス、阿部さんナイスですねこれ。50連目。ピッチャー長寿くん。デスコイ。待って。大地さん、ありがとう。お、鈴木誠也さん、ありがたいです。で、西浦さん、A ランク出たのに TS の A が来ない。でも大地さんと鈴木誠也さんはあの称号用にできるんで OK です。でラスト、今回ラストですね、60連目ですね。トシ君、レッツゴー。一番怖い。マジで渋いぞ。千賀さんもこれで通常の幻突が5になるんでありですね。今回めちゃくちゃ渋かったですね。まあ結局確定枠で取れたこの阿部慎之助さんのみで、幻突も多分1位かな、さっき出た A ランクのみかなと思うんで、幻突もあんまり進まないんで、まあ育てて、まあ多分使うと思うんですけど、今後また来年再来年に多分継承して使うって感じになりそうですよね。では今回はこの辺で終わりたいと思います。もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。で、僕は、普段は坂道グループですねの、CD の開封とか、やってるんで、そちらの動画も見てくれたら嬉しいです。で、あとゲーム実況の方も、まあ、環境が整ってはきてるので始めたいなと思ってます。まあパワープロとかもあるんですけど、あのウィニングイレブンもある持ってるんで、まあそういう関係の、あとマイクラとかもスイッチの方もソフトいくつかあるんで、そっちの方のソフト、まあ、持ってるやつがあったらあの実況上げていきたいなと思いますし、また、コメント欄で、こんな実況が見たいみたいなことがあったらコメントください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。